おはようございます。カーピーです。今、8月28日、15時5分です。最強決定戦の真っ最中に、想像通り PS 第5弾がやってきました。このガチャは、広島リーグで最強決定戦に出ているガチ勢は、引くしかないでしょう。カープ純正は、PS がこれまで野手に偏ってた関係もあって、スピリッツ2600の選手が、どうしても2人は入ってしまうので、ここでスピ2800の選手を取れるかどうかは最強決定戦の結果に直結するでしょう。もちろん僕も引いていきますけど、それにしても90連を自チーム確定にしてくるとは。普段の自チーム確定よりも30連分多いあたりは最強決定戦ガチ勢の気持ちをコナミさんよくわかってるなっていう感じです。さあ、カープ長川選手が引けるまで最大90連回していきましょう。純正最強決定戦 MVP のために10連目いきましょう。今月プロスピに何ユキチ使ったのかもう分かりません。少しでも早く出てくれ。確定ありがとうございます。いきなり出てもいいですよ。Gチームナイス。おおおお、井口選手12分の1は手ごわい。 A ランクありがたい。ラスト、おお、これはナイス。長川選手 A ランク。今回のイベントは Gチーム A ランクの契約書が1枚しかないですからね。これは S に近い価値があります。一応TS の確率を確認しておきましょう。 S は 50% で TS、 A は 30% で TS ですね。 OK、 じゃあ20連目いきましょう。今回はガチャにイベントボーナスがつくんで、ターニングポイント少しでも楽にプレイするためにどんどん S を引いていきたいです。選手 A もどんどん来い。 A ランク3つに使います。最後茂木選手、残念、今回は TS の収穫はなし。30連目、1回目の S ランク TS1 人確定です。この辺りで引けたら言うことないですけど、そう甘くないのがプロスピでしょう。ペス中、最近よく出るな。エスパイヌ選手、最後 TS 確定、どうだ。残念、12分の1って難しいですよね。今回のラインナップではこの田中選手が一番意外でした。じゃあ40連目いきましょう。この最強決定戦の間、おお、ホームラン演出、 S ランク確定。 DS を引けるかどうか。 DS 引けたら12分の1を引けるかどうか。まだ来ないか。どうだ。ああ、通常版でした。最後、おお、鳥谷選手引けました。タイガースファンの方にとっては待ちに待った TS 鳥谷さんじゃないでしょうか。うん、今回は結構 S 引けてますね。さあ50連目、S は引けてます。この調子で村川さんまで引いてしまいましょう。さすがに今回は来ないか。静かですね。
おお、TSA ランク、エボニ大事。最後の撮影は宗選手。 TS の工藤さんは A ランクの突破コーチで突後にしていきましょうか。自チームの A ランク TS 契約書速攻で回収したいと思います。さあ、2回目のタイムスリップ S ランク取り確定。ここまでは井口選手、田中選手、通常の西浦選手、鳥谷選手と言っています。次はそろそろカープが来る頃でしょう。静かですね。最後だけか。さあ、そろそろ投げか。ああ、厳しいですね。12分の1か。まあ、何回引いてもその都度12分の1なんで、そう簡単には来ませんね。さあ、エナジー補充してきました。70連目いきましょう。さっき取った鳥谷選手は確か A ランクのレベルマックス6枚ぐらいあったと思います。よく考えたらイベントボーナス美味しいですね。おお、再び大木選手、すごいな。 N スマジか、すごっ。おお、井口選手 A もゲット、これすごいな。1枚ごとに A ランク出てる、これは初めてだわ。80連目、ここまで来てしまいました。長川選手、最初の A ランクは良かったけど、その後は恥ずかしがってますね。もう出てきてもいいですよ。わあ、渋い。岩瀬選手、最後井口選手、井口選手よく出ますね。はい、やっぱりこうなる。90連目、本当ならイベントやって S ランク TS 契約書を引いてから90連目を回すべきだと思うんですけど、今回だけは時間を変えます。少しでも早く最強決定戦にこの TS を投入することが大事なんで。最後、長川さん確定。長川さん、お願いします。はい、長川さん獲得しました。いやー、今回の TS 第5弾自チーム確定があるとは思ってましたけど、まさか90連目とは思わなかったですね。これを優しいと取るか、絞り取りに来てるなと取るかは意見が分かれるところでしょうね。ともあれ、最強決定戦最上位の戦いには絶対に必要な長川選手を獲得しました。この長川選手をオーダーに入れるにはいろいろと難しい問題も出てくるんですけど、今回話してると長くなってしまうので、またそれは違う動画でお話ししていきましょう。最強決定戦2日目の戦績についても別に動画にします。どうしても動画の公開が夜遅くになってしまってますが、ぜひゲーム内のランキングではなく、このチャンネル内でカープチャンネルの戦いぶりを確認してもらえたら嬉しいです。はい、今回もご視聴ありがとうございました。長川選手おめでとうのグッドボタン、 MVP 目指して頑張れのグッドボタン、ぜひお願いします。そしてチャンネル登録もぜひしていただいて、今回の最強決定戦最後まで見届けていただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。